以前、このチャンネルの動画や僕のブログで紹介した埼玉県白岡市の等身団地における住民の Y さんによる白岡市に対しての行政訴訟、2023年の3月9日に東京高裁で控訴審が始まりました。一審においては原告の Y さんはあくまで位置指定道路の申請書が偽造であるという主張に終始していて、 近隣在住の農家の王さんが所有する農地の上に位置指定道路が設定されている問題については基本的に触れられていなかったのですが原告側弁護団の方針により控訴審は申請書の偽造の可能性を追及するのではなくこの王さんの農地の上に設定された位置指定道路の不合理性矛盾点を指摘していくという方針に変わりました。 控訴審において、原告側弁護団は、控訴主意書とともに、僕が動画内で紹介した王さんの陳述書も添付して提出したのですが、それに対しての白岡氏の反論が記載された非控訴人準備書面の写しを入手したので、それをここで少し紹介していきたいと思います。結論から言えば、白岡氏は、この王さんの農地に設定された位置指定道路の処分が、 王さんのおかいつまんで説明すると、この位置指定の処分は57年前に行われたもので、王さんのおじいさんが、その息子である王さんの父親、また孫の王さん本人に、その旨を伝えないまま亡くなることは通常あり得ることであると断定しています。申請書に記載された 王さんのおじいさんの署名についてもその署名がおじいさんのものではない証拠はないと反論していますまたその署名は必ずしも地権者本人の自筆である必要はなく記名押印があればこと足りるとも語っていますこの主張は一審でも白岡氏が行っていたものでしたまた王さんが自分の家が所有する農地に位置指定処分が行われていたことについて 一切何も知らされてないという点については、それは王さんのおじいさんが埼玉県や白岡市に対して過去に一度も異議を申し立てることはなかったので、この処分に承諾しているとみなすのが自然だと語っています。これは別に僕がことさら大げさに話したり、準備書面の記載内容の一部を新書膨大に騒ぎ立てているわけではなくて、 本当に準備書面にはこのように記載されています。言ってはなんですが、白岡市の担当職員や訴訟代理人の弁護士も、おそらく自分で書いていて、内心はこの内容について本気で信じてはいないんじゃないかなと思います。僕は4月9日に白岡市に出向いて、原告側弁護団の弁護士の方と一緒に、 この農地の所有者である王さんと王さんの奥さんにお会いしてお話をお伺いしました。もちろん王さんの主張は公訴主書に添付された陳述書通りのものなのですが、それに対する白岡氏側の反論を見て王さんも奥様も非常に驚いておられました。知らないものにどうやって異議を申し立てるんだという反応で、これはもうどう考えても当たり前の反応だと思います。 王さん自身には白岡氏と争う意思はないんですが突然降って湧いた話に非常に戸惑っておられる様子でした白岡氏側の反論はさすがに無理がある主張だとは思うんですけれどもでもこの問題はこのまま裁判を続けるのであればどう考えても白岡氏側はこのように反論せざるを得ない状態でで 実際に裁判所もこの白岡市の主張を受け入れて原告の Y さんを敗訴にせざるを得ないとは思います。その際に東京高裁は一体どんな理屈を持ってこの白岡市の主張を取り入れるのか、その判決の内容が個人的に非常に気になっています。次回の控訴審は2023年5月18日15時半改定です。